宮の前、横穴母軍の鎌倉型。手前の沿道と原質のほとんどが崩壊しているので、奥の、間室が見えやすい。鎌倉型横穴墓とは、鎌倉軍であった神奈川県鎌倉市とその周辺部に存在する古墳時代から奈良時代初め頃に作られた横穴墓の一種で、間室があるのを特徴とする。梶ヶ谷式横穴墓とも、神奈川県では、 古墳時代から奈良時代はじめに山の斜面に洞窟型墓地である横穴墓群が多く作られた。この中の鎌倉型と呼ばれるデザインは沿道から入った死者の安置場が細長い台形の床面とかまぼこ型の天井を持ち、さらに奥の壁には間室と言われる置き棚のような小さな部屋を掘り作っているのを特徴とするものである。ちなみに鎌倉には 鎌倉時代に、ラと呼ばれる脳が叩い洞窟型の墓地も作られるが、横穴墓とラの間に、系統的な関係はない。昔は、神奈川県東南部を流れる川の流域に見つかることが多く、この付近の地名谷家国をとって、梶ヶ屋敷と呼ばれたが、2004年頃の研究で、鎌倉市を中心とした鎌倉郡を中心に広がっていることが分かったため、 鎌倉型と呼ばれるようになってきた。ありがとうございます。